初代キンバリー伯爵、ジョン・ウッドハウスは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝中期から後期にかけて自由党政権で、閣僚職を歴任した。1868年のキンバリー爵、1826年1月7日に、第2代ウッドハウス男爵ジョン・ウッドハウスの長男で、あるヘンリー・ウッド閣下とその夫人アンガードンの間の、長男として生まれる。 イートン校を経て、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学する。自由党政権下で、外務省政務次官、インド担当省政務次官、アイルランド総督、王子証書植民地大臣、インド担当大臣、ランカスター綱領大臣、数密委員議長、外務大臣などの閣僚職を歴任した。彼がインド担当大臣として入閣していた第二次。 グラッドストン内閣期の1884年3月、スーダンハルトゥームで、チャールズ・ゴードン将軍が、マフリー軍に包囲され、ゴードン将軍を救出する援軍を派遣するか否かの、閣内論争が発生したが、キンバリー卿は、首相、グラッドストンや内相、サー・ウィリアム・バーノン・ハー・コートと、共に最後まで、援軍派遣に反対した。1902年4月8日に死去。 1846年5月29日に、ソフジョンウッドハウスの死去により、以下の爵位、順断爵位を継承した。1866年6月1日に、以下の爵位を新規に与えられた。1847年に、第三代、クレアー伯爵リチャード・ホバート・フィッツ・ギボンの娘、フロレンスと結婚し、彼女との間に、以下の三つ子を設けた。ありがとうございます。